ここではかつて存在した日本の銀行である東京銀行が本店とした建築物について記す。1879年創立されたかつての横浜商金銀行では1899年東京出張所を設置させ、翌年の1900年にはそれを支店となしたが、それをより大ならしめることを企て、その意図により1907年6月周辺の辞書を取得し、 1920年10月より建設に着手した。しかるにそれは関東大震災の発生により設計の変更ならびに遅延をやむなくされたが、1927年6月30日には、その全工程のなされるところとなった。第二次世界大戦で日本が敗戦した後、賞金は占領軍の命により解散させられるのやむなきに至ったが、以後、 それを引き継がせるべくして1946年12月17日設立され1947年1月1日開業した株式会社東京銀行の本店として供される運びとなった。時世の移りとともにこれは境愛となったので1964年6月より道路を挟んだ辞書において別館の建設に着手され1966年5月 完成した。そして、東銀は、旧商金東京支店以来の部分を解体撤去した上その跡地において、高層建物を建設する計画を発表した。これに対して建築士屋の村松定次郎などは、歴史的建築物として、外壁保存の上新建物を建設する、要保存運動をもって東銀に要請していたが、1975年12月、 ついに同行はこれを聞き入れることなく取り壊した。新本店は、蒸気建物の跡地において1979年4月、竣工し、同年5月7日開館した。東銀と三菱銀行の合併により、東京三菱銀行となったことを経て、現在、東京三菱銀行と UFJ 銀行の合併により発足した、三菱 UFJ 銀行の日本橋支店となっている。 また、同建物1階には、ナチュラルローソン日本橋本国町1丁目店が入る。旧商金東京支店の設計は、長野右平寺によるものである。100尺規制以前の建築なので、高さは110尺もある。別館の設計は、三菱寺所によるもので施高は、大林組である。旧商金東京支店後に建てられた建物の、 設計は、三菱辞書によるもので思考は竹中公務店である。これには、旧本店の移行の一部も利用されている。なお、公開空地に置かれているステンレス製の物体は、竹畑里氏作りによる作品であり、随調と名付けられている。ABCDEFGH、東京銀行紙362から364ページ。 東京銀行市267から268ページ https コロンスラッシュスラッシュ www.e-map.ne.jp スラッシュ p スラッシュローソンスラッシュ ttl スラッシュ 14714a スラッシュありがとうございます。